こんにちは。今からサンフラワーの最終報告を始めようと思います。発表は政治経済学部経営学科2年、サンフラワーリーダーの鈴木が担当します。よろしくお願いします。まず、本日はこれらの順番で発表いたします。最初に活動理念です。私たちの活動理念としては、カンボジアの子供たちに夢を持ってもらうという内容です。 世界には生まれた環境によって多くの子供たちが夢を持てない国があります。カンボジアもその国の一つです。子供たちが夢を持っている社会とそうでない社会では、10年後、20年後、どちらの社会がより明るく輝いて,いて、いい社会になっているかを考えてみてください。私たちは子供たちに夢を持ってもらうことが社会をより良くしていくと信じています。 次に、重視する学びのテーマと、1年間の達成目標についてです。学びのテーマとしては、多様化していく国際社会に視野を広げ、自ら考える力を養う、そして得た知識の発信に挑んでいく、という内容です。次に、1年間の達成目標についてです。内容としては、候補者建設のために必要な資金の調達をし、物資支援として、ペンやノートなどの文房具類の支援を行います。さらに、地域交流を通して、 渡航時のフィールドワークで学んだカンボジアの現状を広く共有していくという内容です。年度の活動概要としては、情報の発信や募金活動、現地での活動を主に行いました。情報の発信の場としては、カンボジアフェスティバルや講演会などの場を利用し、募金活動では海老名駅などで対面での募金活動を行いました。 さらに、現地に直接訪れることで必要とされている支援を確認し、子供たちとの交流を通して仲を深めました。今年度の活動です。一つ目はミーティングについてです。オンラインのミーティングでは、主に、ズームの1時間無料機能を使用し、長くなる場合には、チームズに移動して話し合いました。最初からチームズで行わずに、ズームを利用した理由としては、名前が表示されるため、 新メンバーにも参加しやすいと考えたからです。次に情報発信についてです。まず一つ目は、拡散力のある Twitter での活動を重視しました。内容としては、カンボジアの現状や活動の報告、新メンバーの募集などを行いました。二つ目は、Instagram での活動の告知です。主にストーリーでの機能を使用し、活動の告知を行いました。 3つ目はカンボジアフェスへの参加です。勉強会で全員で作成した動画のほかに各自がカンボジアに関連する動画を作成しカンボジアについての情報発信を行いました。次に募金活動についてです。募金活動としてはもともとはクラウドファンディングを予定していました。しかし現在は多くの人がコロナの影響によってあまり余裕がない状態となってしまっています。 そのため、支援者を募ることが困難と判断し、クラウドファンディングの延期を決定しました。これは、ある程度、コロナが収束した頃に再開しようと考えています。すぐに支援者を募ることができるように、今年度は準備や告知に努めました。次に、現地での活動についてです。もともとは渡航を予定していましたが、 中止となってしまったため、支援先の校長先生に Facebook での聞き取り調査を行い、子供たちもどんな様子なのかということを教えていただきました。次に物資支援についてです。現在、物資支援を行うための準備を行っています。内容としては、高校で使わなくなった運動靴数十足を2月から3月の間に発送する予定となっています。靴を支援しようと考えた理由としては、 高校から脱診があったことや、前回の渡航時に現地の子供たちが裸足で遊んでいるのを見て、靴を送ることができれば喜ばれるのではないかと考えたからです。次年度の活動に向けて話したいと思います。今年度は元々予定していた企画が中止になり、その対応として新たな企画を考えることが多かったため、コロナ禍だからできなかったことがたくさんあったと感じました。 そのため、次年度の活動では、コロナ禍だからできなかったという言い訳をするのではなくて、コロナ禍だからこそできたという企画を増やしていきたいと考えています。以上でサンフラワーの最終報告を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。